震災で家をなくした親戚一家が東京のうちの家に上がり込んだまま1年近く帰ってくれないこと、出て行けと言っても東京は家賃が高くてとか同期口がなくてとか言い訳ばっかりで、うちの父親が独断で引っ越しを決めてきた。我が家は賃貸なので3月いっぱいで退去、新居はもちろん教えないことに。昼から引っ越しの作業が始まるけど、引っ越しの業者にも事情を話して口止めしている。冷たいと思われるかもしれないけど、親戚の男友が男尊女卑とかで、私も母も辛い思いをしてきたんで許してほしい。先月頃に、お姉さんたちも狭いでしょう、私どもの荷物を片付けますから、こことここの部屋も使ってくださいと父が言った時は、頭がどうにかなってしまったのかと思ったよ。でもそういうことによってごく自然に引っ越しの作業ができた。うちはもともと荷物が少ない家なんだけど、鍵付きの部屋に荷物を移動させて準備完了。食器棚の食器とか風呂場のものとか移動させたら、おかしいやつなんかは当日やることに。引っ越しの業者が入った瞬間、そんな話は聞いてないぞって父につかみかかるおじたち。家族にしか言ってませんからと言い切る父に、なんてやつだと叫ぶおじたち。母と私にも、お前たち普段からお前呼びしてくるも、なんとか言えよって叫んできたので、私たちはお前って名前じゃありませんのでって言ってやった。だけど暴言は止まらなかった。作業が終わって、じゃあ次は葬式でお会いしましょうっていう父。お前らなんか葬式に呼ぶ資格はない、こんなことしやがって警察呼ぶぞとやいやい叫んでいたけど、車が発進するかしないかのあたりで、おじの嫁が謝罪してきた。だけど一緒に住みたいから謝ってる緩慢祭で、家族でそう無視した。ホームステイ関係でアメリカの学生を長期泊めたことがあるけど、そっちの方が断然レベル高かったわ。困ったことといえば、いつも朝5時からラジオ体操を始めるくらいで、手伝いとかもよくしてくれた。私ならまだしも、母に対してお茶入れてこいとか誰に言ってるんだよって感じだよ。ご飯が少ないと差別だとか言うし、まず家にお金入れてから言ってよ。なんでただ飯食ってんだよ。とりあえず今は気分爽快です。